から出てはいけない。授業が始まるわよ。うまくいったね。今なら何でも好きなことできるよ。見て、アイス屋さんだ。どうぞ。ありがとう。アイス食べに行こう。行こう行こう。あら、ガール君とウサギ君は？さっき出て行ったよ。え？なんですって？またどうぞ。あいつ屋さん、待ってよ。幼稚園から抜け出した子供か。ワン、こんにちは。こちらラブール警部です。ラブール警部、大変なんです。ガール君とウサギ君が幼稚園から抜け出してしまったんです。なんですって？すぐに向かいます。ラブール警部、まさか幼稚園を抜け出すなんて。あの子たちに何かあったら。落ち着いてください。すぐに探しに行きます。みんな、ガール君とウサギ君がどこに行ったか見ていないかい？あっちだよ。行ってみましょう。はい。見て、アイス屋さんが止まった。急ごう。怖いよ。信号を見て渡りなさい。ごめんなさい。やっと渡れた。ほら、ほら、いい大人が信号無視するんじゃねえ。よいしょ、アイス二つください。二つで200円ね。金がないとアイスは買えないよ。ほらよ、アイス二つ。おじさんがおごってあげよう。わー、ありがとう。そうだ、面白い場所に連れてってあげようか。やったすみません、この子たちを見ませんでしたか？どれどれ、見てないな。店長、この子たちを見ませんでしたか？その子たちならキツネさんとあっちに行ったよ。大変だ、連れ去られたのかもしれません。追いましょう。警察が探してるようだから、早くこいつらを隠さないと。ここにしよう。二人ともここで遊ぼうか。おじさん、僕はいいや。もう帰りたい。帰る？残念だったな。掃除のおじさん、二人の子供を連れたキツネを見ませんでしたか？二人の子供をあっちに行ったよ。あっち。行き止まりですか？向こうだった。何か隠してるようです。ゴミ箱に何かあるのかもしれません。やった、ヘッタウサギくん。ガウル君、警部、逃げよう。ベルマンだ、追ってください。これでもくらえ。とりゃー、はっ、よっ、はっ、えい、やっ、それやったー。
逃げられるとでも思ったか。ラブル警部のワンポイントアドバイス。みんな、勝手に幼稚園から出ていくのはとっても危険なんだ。車にぶつかって事故に遭ったり、道に迷ったりしてしまう可能性だってあるんだよ。最悪の場合、悪い人に連れ去られてしまうことだってあるかもしれない。だから勝手に幼稚園から出てはいけないよ。ワン